こんにちは。今回はね、こんな本をちょっと紹介したいと思います。といってもね、中身をお話しするわけではありません。この表紙でもう十分ですよね。カルト宗教取材したらこうだったね。これね、私流にタイトルをお話しますと、例えばね、 NHK が来た、受信料払ったらこうなったとかね、エホバの証人が来た、招き入れてお茶を一緒に飲んだらこうなったって感じですよね。違いをもたらす違いっていう話を前回もしましたけども、私はね、どちらかというと多くの人がするだろうなって反応を真似てそれをするってことはあんまりないんですよ。で、宗教の方が来ました、大体はいろんな理由つけて、追い返して怪しい宗教が来たっていうことをまた人に言ってね、それで自分は見識があるから宗教はこうやって断ち切るんだみたいなことを言ってますよね。多分そう言ってると思うんですよ。私の場合はね、宗教からも学べることがあると思いますし、それから間違いなく私のところに、お願いもしてないのに来てくれたっていうところで集客一人成功なんですよ。まあ、ですんで向こうから来てくれて、腰低くね、一緒に聖書の勉強しませんかっていうような提案があるんで、あ、勉強しましょうっていう形で招き入れて、勉強する過程で信頼関係を作って即家塾ってものを私はやっていますと。おかげでこの暮らしができてるんですよ。だからあなたもって形でね、セールスをすることにしてます。まあこれで売れるんですよ。 NHK にしてもそうです。大抵の方は NHK が来たらいろんな理由をつけて、 NHK 見てる人もね、見てるくせに追い返して NHK が来たから追っ払ってやったみたいなことでね、いい気持ちになってるみたいですけども、全然違いますね。センスがないですと思います。私は NHK の人が来たら NHK のね、集金回収がどれだけ大変なことなのかってことをね、ちゃんと聞いてあげて、いや、すごい仕事しますねと、 NHK の番組もすごい好きですよと、特にアニメ、教育番組大好きでよく見てますと、最近はグルメの番組もいいですねという形で、自分の好きな NHK の番組のことを話題に出して、共通の何ですかね、話題にしていきますね。で、 NHK の集金の会社のその方と信頼関係を作って、で、久保さんはちなみにどんな仕事されてるんですかって仕事の話になりますよね。で、私は、あ、仕事ね、何年もしてないんですよみたいな感じでね、お話しますね。で、仕事してないんで家にいるんで、いや本当にね、いい番組があると本当助かりますみたいな感じに持っていくんですね。で、そうするとね、やっぱりもうその頃にはぶっちゃけてますから。それから NHK の集金の方って申し訳ないですけども、長続きしないんですよ。回収に行くとものすごく嫌な思いするんで、あのお金を回収に行く NHK のね、集金人さんの方がどちらかというと先に参って去っていくんですよね。で、その方に、私はね、ずいぶん長いこと仕事してないけどもこの暮らしができてますと。で、NHK の受信料も、はい、どうぞってからね、爽やかに、もうね、いくらでもどうぞって感じでね、2つ返事で速やかに払うことができると。そんなね、2000円、数千円なんてね、もう全然削らないで、そんなにいいですよと。おおらかにお金のことはやっていきましょう、みたいな感じでね。まあそうすると、えらい金払いのいい人だなと。しかも NHK に好意的で、敵意を持ってないと。でも玄関には NHK 撃退シールが貼ってある。何なんだろうな、この家はってなりますよね。で、私のマインドもちょっと分かっていただけるんじゃないかなと思います。そして NHK の集金人さんはしばらくすると NHK の集金業務にね、もうね、嫌気がさして退職しますよね。で、退職した時に私のことだけ覚えてます。名刺を見ます。連絡します。即家塾に入れてもらっていいですかと。仕事がないんで今のうちに、ネットビジネスを勉強したいですっていうような、幾度もこの切り口で来るんですよ。同じです。100人中100人同じセリフです。で、私は即家塾のカリキュラムを渡して、まあ、自己アフィリエイトとかね、 YouTube ですとか情報発信とか、それから FX とかいろんなものが共通項として、勉強項目でありますってことをお伝えして、その方に合ったものを一緒に勉強していくって形ですとね。カルト宗教取材したことはないですけども、例えば街角で、声をかけられたら私はね、大体ついていきます。そうすると、例えば広島にいた時は本通りでね、歩いてたら連れてかれて、画廊とかに行くんですよ。それで海の絵とかを見せられて、で、アンケート答えてもらっていいですかっていうふうに私に聞かれるんですよ。で、いいですよって言ったら、どの絵が一番良かったですって聞かれるんで、まあこれとこれぐらいが良かったですかねって言うと、どういうところが良かったですって言ったら、まあこういう構図が良かったと、これはちょっと爽やかで涼しそうだったみたいなことを答えると、その絵をね、額縁から外してきて私の目の前に置いて、こちらが13万6000です、こちらが248000ですと、お目が高いです、これはあなたにものすごくマッチした、あなたに選ばれた絵なんですよと。この瞬間からあなたとの相性がすごく始まるんですと。
で、この料金ね、そんなに高くないと思いますけど、それでも今いきなりお金は持ってないと思うんで、支払いはローンとか組めますんで、毎月毎月、本当にね、3000円とかでローン組んだりできますよって話に持っていくんですよね。結局、絵のセールスの勧誘なんですよ。で、私はね、ここで何を思ったかっていうと、ビジネスモデルをここで勉強することができたわけなんですよ。ついていったらね。で、ついていかなかったら分かんないんですよ。ついていかなかったら、はい、終わりで、それまでの人生が続くだけで、新しく見識も広がらないし、人脈も広がらないんですよ。でも私の場合は、絵の勧誘に行くじゃないですか。で、絵を売るための勧誘してる人とかね、街角で人を捕まえて勧誘する人とか、アンケートいいですかっていうふうに店内で待ち構えてる人、この人たちみんなね、お金がなくてお金を稼ぐために、絵が売れたらそのコミッションが 20% から 35% 欲しくってやってるんですよ。ですんでお金ないんですよ。で、そこでね、私が何を言うかっていうと、一応ね、絵を買うんですよ。契約して。これ後でクリーンオフするんですけどね。で、絵を買って金払わないのいいところを見せて、クレジットカードを払うと、プラチナカードです。ゴールドカードです。それを見た後にね、久保さんどんな仕事されてるんですかって話に絶対なるんですよ。ね、向こうは探り売りできて、他にもっともっと別のものが売れるんじゃないかなっていうふうに探るんですよ。だから私は、いや、仕事はしてないんですけど、まあ、いくつか会社をやっていて、そっからのね、利益で食わしてもらってます。まあ、紐みたいなもんですよ、みたいな感じで言うんですよ。そしたらもう目が開くわけですね。いや、久保さんね、実は西日本の絵の大会みたいなのがあるんで、そこに一緒に行きませんかと。そこに行ったらね、今度は数十万から数百万レベルの高い情報商材なんて顔負けのような、ね、絵が売ってるそうなんですよ。で、そこに行って、一緒に行って絵が売れると、その勧誘してきた、同行してくれた営業マンにも 20% から 45% の報酬が入るそうなんですよね。だから私がそこに行って100万の絵を買うと、その人は45万ぐらいの手取りになるんですよ。だから旅費を自腹で払っても全く欲しくないらしいんですよ。だから金のありそうな人、その西日本の大会なり、東日本の大会なり、あと全国大会とかね、持ってたら世界大会もあるらしいんですよ。そういうところの絵の展覧会に進めて、絵を売って、なんとかね、一発逆転しようと思ってるらしいんですよね。で、そういうビジネスモデルを私はね、知ることができて、あ、これはすごいなと。ネタにもなるし、YouTube でもしゃべれるし、あの本通りとかで絵の勧誘してる人についていったらどうなるのかなって時に、あ、こうなるんですよっていうふうにお話すると、え、久保さん行ったんですかと、うん、行きましたみたいな感じでね。そうするとほとんどの人が行かないから、私の話っていうのはすごくね、興味深く聞いてくれる人ばかりなんですよ。ここまで聞いちゃった人だからね。だからね、ほとんどの人がやらない行動、常識な行動の先には常識的な結果しかないんですよ。そんなことには私は興味がないんですよ。非常識な行動、非常識な選択の向こうに非常識な結果があるんですよ。で、新しく挑戦しようと思ったら、このね、非常識を探しに行かないといけないんですよ。で、非常識のほとんどは自分にダメージを与えるものかもしれません。でも、その中の一つ二つにはね、自分の歩みを一気に加速してくれるものがあるんですよ。だって、ネットビジネスで1億円稼ぐなんて、月収100万なんて、それこそ怪我をしそうな怪しい、早話じゃないですか、そんなの。でも、怪我をする人は多いけども、黄金をつかむ人が一部いるんですよね。で、それは徹底的についていった人なんですよ、私みたいにね。で、こういうビジネスモデルなんだと、こういうふうにして人との縁が増えていくんだって形なんですよ。絵の話に戻しますよ。絵の話で私はどれだけの人脈をつかんだかというと、まず私に声をかけてくれた人、会場に行って、私にね、アンケートをお願いしますって言った人、そしてそこの会場の、まあ、キャプテンですよね、多分、店長さんと言っていいのか、そこの責任者の方、少なくともこの3人との縁ができて、その3人はことごとく速稼塾に入りました。みんなね、みんなコミッションが欲しくって、その仕事をやってるわけですから。会社への忠誠心とか、そこの作品が好きとかっていう、そういうものは全くないんですよ。とにかく稼げるから人を連れ込んでみんなでチームで買わせようと。買ったらコミッションがもらえるから、1日に1件とか2件取れればいいよねって形でやってるんですよ。ね。だからね、私に声をかけて勧誘したら、私は素直についていきますけども、ただ私の出費したもの以上に私は売り上げを上げる自信がありますね。だから要するに私は必要経費を払って、きちんと元を取る売り上げを持ってくるってことなんですよ。だから億万長者合宿のこのやりとり、その他イリュージョンのやりとりの中で、私はね、吉谷さんからギャラをもらったことないんですけど、でも旅費も自分で持ちなんですよ。で、宿泊はたまにね、面倒見てもらうことあると思うんですけども、でもね、私は必ずですよ。吉谷さんとタイアップするときには、結果的に私の速稼塾がいくつか売れる状態にしてるんですよ。で、いくつか売れるんですよね。だから私は自分の経費は自分で稼ぐし、なんだったら自分のニットは自分で稼ぐっていう、まさにビジネスを常にやってる発想なんですよ。
吉谷さんと乗員としてどっかで合宿するときに、僕の旅費もお願いしますみたいな、僕のギャラはどのぐらいでしょうかと、吉谷さんの売り上げから半分ください、みんなこんな話全くしたことないです。まあね、してもらえればね、半分くださいみたいなこと言いますけどね、そんなこと期待してないんですよ。誰かと組むときに、もしかしたら自分に経費が発生するかもしれない。それは自分で稼ぐのがビジネスマンですよ。お金をもらった瞬間、それは給料ですからね。サラリーマンと変わらないわけですよ。そういうことを当てにするわけじゃないと。ということをだらだらと語った後でね、まとめに入りますけども、非常識な選択をするからこそ、非常識な結果にたどり着くんですよ。そしてその非常識な結果のほとんどは、自分にダメージを与えるものです。だから勇気がいるんですよ。そのダメージを与える結果のいくつかの中に、自分に圧倒的な加速度的なね、利益を与えてくれるものが潜んでる。だから非常識な行動をやっていくんですよ。それが違いをもたらす違いかなと思いますよね。でしょ？私の今の話、分かったでしょ？だからね、私はね、何でもふいふいついてきますよね。それこそ危なっかしい話とかね、この人はちょっと危ないんじゃないかなってところにも、時にはヤクザの事務所にも行きますからね。怖かったですけどね、ぶん殴られましたけどね。まあでもね、そこでぶん殴られて、地平道を吐いてネタになるからいいじゃないですか。警察の牢屋にも入りましたよ。牢屋に入ったらどうなるのか、臭い飯ってのはなんで臭いのか、それから同室の人はいるのか、一日中何をしていればいいのか、本当になんかこうやってね、なんか内職みたいなことするのか、すべて私は体験したんで答えられますということですね。懲役太郎みたいなこと言ってますけどもね。はい、今回は以上です。違いをもたらす違いですよね。違う人生を選ばなければ違う結果にはたどり着けない。要するに普通の人生が待っているだけということになります。あなたは非常識的な選択をしていますか、ということでございましたね。